はい、ホロフルジと申します。ゼルダムスやっていきたいと思います。ガノンドロフ編、トライフォースを奪うもの。よし、やっていきましょう。ついにハイラル城に攻め入ったっぽいですね。魔女の谷に攻め入った闇の軍勢はラナの火星に現れたハイラル軍をも打ち破り、力のトライフォースの強奪に成功。残る標的は知恵と勇気のトライフォース。その所有者ゼルダとリンクはハイラル城にいるはずです。トライフォースをすべて手に入れ、王国の中心であるハイラル城を落とせば、世界は自分のものとなる。そう考えたガノンドロフはすべての魔物たちにハイラル城を目指すよう命令を下したのです。一方、ゼルダ率いるハイラル軍は力のトライフォースを奪ったガノンドロフの野望を阻止するため、全兵力で迎え撃ちました。ハイラル軍の先陣には勇気のトライフォースを持つリンクの姿もあります。ハイラルが光あふれる世界になるのか、闇が支配する暗黒の世界となるのか、命運を分ける決戦が始まろうとしていました。よし、やっていきましょう。ミザルフォスばっかり。まあ我が軍全兵力は敵より少ないと。まあ毎回なんか、あ、ゴブリン、ここら辺の魔物ゴブリンか。そういえば隊長だなこいつ。弱い、弱すぎる。拠点も一気に奪おうか。この城はハイラル最後の砦で、みんなで力を合わせ必ず勝利するのです。勝機をつかむため狙うべきはガノンドロフの本拠地。私が北の門をこじ開けて進軍ルートを確保しましょう。あ、なんで援護しなきゃならないんだよ。まあいいや、行きましょうか。行くぞ、ちゃんと。来たな。おい、キャラ的にこの隊長好きだな。まあ、いかにもっぽいよな。逆に戦争って言ったらあれくらいだよな。残念だが撤退しかない。頼もう。残念だ、私だ。そしてここでこれを使うという。ここはもらった。お、隊長か。しつこいな。やるではないか。褒めて使わそう。パンチ。それじゃあザントの援護行こう。私たちには伝説の勇者がいるもの。絶対に勝てるよね、リンク。リンクだろ。よし、ザントまだか。あ、弓持ってる。小賢しい。え、もう倒すの。リンクやっちゃいましょうか。じゃあお前ら行っとけよ。よし、リンクか。よし、たまった。あ、リンク、あ、強いな、やっぱりリンク。あんだけでやる気になりやがって。
スター孫悟空。勇者リンク。人間どもの士気は高い。しかも魔物を倒すごとに強じく。やばいやばい、この赤い時のダメージ半端じゃないからな。どうだリンク、よし強いだろう。痛い、強い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 、一発が重すぎる。1コンボか、1コンボが重い。よしリンク、無理は禁物です。一旦下がって回復に努めてください。ですよね、リンクが序盤にやられるわけないもんな。俺もこんな怪我を負ってやもうこの怪我を負ったのにな。ガノンの勢いは止まったぞ。アリザルフォスも耐えられた。あー弱いあいつ。ザント開けて、もうザコいいって。何人いるんだよこいつら。よし開けろ。よしぶっ殺す。わー勢いづいとんな。これ隊長か。リザルフォスがどんどんやられていく。このままではまずい。私がなんとかせねば。あいつ動いていいの？護衛隊、親衛隊長だろ。大妖精様の力を借りれば必ずや勝機をつかむのはあいつら側の時だと、それしかないんだけど、敵側だとありうざいもんだな。厄介この上ないぞ。お決まってる。でもなあ、ちょ間に合わないだろうな。ハート、ドヤ顔でハート、可愛くないぞ。まあ、じゃあ急ぎましょうかな。お、私が止めてご覧に入れましょう。止まってないぞあいつ、止まってないって。オッケー。あれ俺だって言うけど、道なかった。あ、門番がいるはずだ。門番がいる、門番が、絶対門番がいるはずだ。よし、あーここ設置内があるのか。あれ、あ、いたいた。急げー、ギラヒムごときじゃな。止めれて、あ、止めてない止めてない、まさかの。もう止めてないっていう最悪のパターンだよな。た、まあ、インパさっきやったからね、ちょっとつかめたよね。ちょ待って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 、ちょお前どけ。やっぱやっぱ入られる。ちょ待ってよ、ちょ待てよ。やべ、ニワトリに当たった。やべ、入る入っちゃう。よっしゃい、あの陣につかなきゃ大丈夫なんだろうな。よし、こいつに攻撃当てさせたろう。お前ら来いよ。ニワトリ兄の母さんのことしちゃった。ニワトリ、ニワトリ、ニワトリ兄。
あ、リンク復帰しやがった。当たんないもんだな。まあいいや、あいつ味方にしたいんだけどな。あ、いた。ハイラルオーク工場ゼルダ。ゼルダはね、強いっちゃ強いんだよね。圧倒的な強さ、素晴らしい。あ、え、ゼルダ突っ込むの？すげえな。ピン。ちょっと待ってね。勝利条件はどういう感じ？あ、やっぱ両方か。まあ、じゃあまずゼルダ叩こう。やっぱ強行だよな、こういう時は。やばい、強いって。あんの、あ、隙がない。今ガードしなかったら死んでたな。硬さが尋常じゃないんだけど。リンク止めらねえだろうな。でも俺も慎重に戦わないと死んじゃうんだよね。ザコを倒したところで今だーし、王者死んだ。降伏しろお前ら。次は勇者を作れ。回復。あ、リンクちょ、あそこまで行ったんだ。もうやめよ。回復全然足りない。特攻に近いんだけど、これ言っても。なんで誰も止めてないんだよ。止めてくれよ。ちょっと少ないな、ハートが欲しい。よし、まあ、こんだけあればなんともならんな。うわ、立ち上がりやがった。気が分かりやすいやつ。やばいやばい。今リンクの姿が見えなかったな。うわやばい。自分から食らうなんて最悪だ。これ一気に倒さないかんのかな。一気っていうか、いっぺんにか。それ試すためにもちょっと一旦倒そう。でもな、そういうことか。ちょっとでも HP が。もう終わりか。勇者がこのざまではすでに勝ったようなものだな。よっしゃ。足りん。いらん。なんでゴミしか入ってないんだ。どうなんだろう。ゼルダ待つか。仲間が死んでいくぞ。あそこ一応味方出てくるんだ。へえ、初知り。お、取ったね。ちょ、待って待って、今ダメでしょ。ゼルダ来ないんだもん。
お、近い近い近いけど拠点がどんどんなくなっていくぞ。ちょ、リンク一旦ねじ伏せとこ。こいつ連れてこれんかな。ちょ来て、ゼルダの元へ。あいつほっとこ。今ゼルダ一気に倒して、あいつだけ拠点に入らないように保ってくれれば、ゼルダを一気に押す。よし、もうこれで普通の攻撃で押せばいい。急げリンクを殺せ。もうちょっと削ればよかったな。入りやがった。来たー、終わりだ。勝った。よし、ミッション成功。リンクめ。おっしゃ。揃った。ついに揃ったわ。ん？何揃ったわ？揃ったわ。ふふ。クリア。まだ終わりそうにないね。どうなんだろう。なんか逆に倒しそうなんで、ほら、やっぱ倒すんやん。あ、最終、え？あ、これ終章で、これが最終。なるほど、紛らわしい。次回最終章突入だね。